いどうもおかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ前回の続きやってみましょうか。12日目の今ちょっとお昼になったところですね。前回パインボールのクエストをやりまして、でもうちょっとでこのルツボが作れるようになるんで、これかね、あと2個でルツボが作れるようになるので、特別なクエを受けたらワンチャントレーダーに行ったらね、これね、ワンチャントレーダー行ったらルツボ作れるようになるんじゃねえっていう話ですよね。うん、で、あのタクティカルアサルトライフル、この辺のね、タクティカルアサルトライフルとか、プラズマ SMG とか、プラズマ SMG も上がってたかな、なんか品質が上がったので、作りたいんですけど、それ作るにはね、スチールが必要なので、スチールがないとね、ダメなので、まあ、ここら辺のね、街灯とかも全部壊しちゃったからな、まあ、あれなんですけど、痛い、したかった。ということで、ルツボが作れれば、そこら辺の、スチールがない問題も解決するので、とりあえず、1.7 キロ行ってみましょうか。ミニバイクで行ったら、そんなに時間かかんないんじゃないかな、という気はしますけどね。本当はオートバイが欲しいんだけど、オートバイはまだちょっと作れないですね。もうしばらくかかるね。まだあの、なんだっけ、車両の冒険だっけ。あの辺の本をまだ10冊ぐらい読まなきゃいけないから、多分。ね。スキルはね、上げてるので、本はいっぱい出ると思います、多分。今多分、車関係、グリースモンキーは4まで上がってると思うんだけどな、多分。確か。確か4まで上がってると思います。なのでね、本はね、まあよく出ると思う。ガソリンスタンドとか行ったらいっぱい出るかもしれないけどね。ガソリンスタンドじゃないか。ガソリンスタンドか。ガソリンスタンドのあの、ね、パスガスクレートからも本出るからね。車両の本ね。ずっと向こうに街が見えてるけど、あそこのことかな。あそこのことなんだろうな。工場あるね。工場ありますね。ショットガンメサイヤの工場っぽい。ショットガンメサイヤっぽい。いて、何何もないじゃん。あ、石があんのか。はい、やってきました。誰さんちだっけ、ボブんちか。よいしょ。ボブだっけ。え、違うか。誰さんちだっけ。レクトさんちか。んレクトか。もうわかんないでよ、お前。あれ待って。レクトさん、メスになってるけど。え？レクトの親父がメスになってるんだが。マジ？おい。これは一大事じゃないですか。これ一大事件じゃないですか。ねえ、え？レクトさん、ねえ、レクトさんメスになったの？ねえ、無敵だこいつ。そうなんだ。ジェーンさんと同じ声になっちゃってるけどね、これね。ねえ、勝手に開けるけど、接着剤か。じゃあそう、フォーチャーヘッド。セメントミキサー、ここか、これか。工事、あった。これであと一冊、74、あと一冊だ。あと一冊セメントミキサー開けたら行くでしょう。どこ？セメントミキサーどこですか？ないじゃん。ないじゃん。じゃ、レクトさん、セメントミキサーどこにあるんですか？ここでも、レクトさんちはさ、クレートいっぱいあるから、クレート開けられるよね。こっちか。あ、ここの中にもあるかも。ワンチャン。なかった。誰か叩いてる。この辺。あった。これでアンロックするんじゃないか。じゃん。来た。ルズもアンロック来ました。オッケー。もう用はないって感じだな。もう用はないっていう感じだけど、ちょっとたくさんあるクレートが開けられるので開けてみようかな。
バニラだと開けられないからね、これね。こういうところね、この辺ね。これバニラだと開けられないからな。じゃん。あんま大社も入ってないか。そうか、あんま大社も入ってないか。やっぱり。じゃん。ああ、ちょっと待って、めっちゃと22個も取っちゃった。じゃん。あ、大したことなかった。ちょっと待って、これ、本とかなかったっけ、中に。ないか。あ、ないか。めっちゃ叩かれてるけど、まあ。あ、だ、入ってきた。ほら、もう壊したの。まあ、金網脆いからね、すぐ壊れちゃうからね。あか。あ、ご飯か。本はないのかな。あ、本入ってたわ。料理の本が。料理の本入ってた。はあはあ、まあ壊してもらっても別に一向に構わないんですがねえ。あっ、ちょっと待って、これ見よう。じゃん。あ、いまいちだった、いまいちだった、いまいちだった。よいしょ。本の束とか、レクトさんちは本の束とかないんですかね。あんまり漁ってないよね。あんまり漁った記憶がない。リクトンちは。なんでメスになってんだ、お前。あ、医療品があったか。なんで女性になってるんですか。ねえ。完全にオスだったのに。レクトといえばオスさんだったのに。完全に。この辺は漁れないんだっけ、漁れないのか。上に若干本がある、ひょっとして。ないか。じゃん。スカート。まあ、女の人になったからスカートも履くか、そら。はい、よいしょ。開いてる。開けたんか、自分で。あー、繋がってんね。そういう感じね。ああ、そうか、以上か。じゃあ上に一応上がれるっちゃ上がれるんだっけ。ああ、でも上さっき行ったもんね。関係ないか。ははははは。まあいいか。ちょっと帰ってるつぼ作るか。あのロープ飛びつけんの、これ。これ飛びつけないのか。よし、ま、この町はどんな感じ？ちらっと来たことはあるんだけどね。あ、そっか、そこのトレーダー、ここのボブに来たんだ。なるほどね。この町もでもなんかまあまあ、あれだね。工場とかは、工場とかあるんだね。ショットガンメサイヤのね。よし、とりあえず帰るか。帰る、帰ろう。はい、帰ってきました。じゃーん。ただいま。結構時間かかったぞ。ゲーム内時間で1時間ぐらいかかったんじゃないか。1時間ぐらいかかってるね、多分ね。はい、ということで、無事帰ってきたので、ちょっとるつぼのクラフトしましょうかね。材料があるかどうかだけど、問題は。るつぼと。漢字か。るつぼと。あ、OK？ OK ですか？連鉄100、100はないな。連鉄100はないな。81、ちょっと作るか。で、機械部品が20。オイルも20。石1200のクレート。粘土900。あるね。全然余裕でありますね。はい、余裕であります。あと、連鉄だけか。連鉄いつも使うから、また100ぐらい作るか。100ぐらい作っとくか。なんだかんだで、なんだかんだでこれ使うんだよね、地味にね。ピンポーン。何個あればいいんだ ?19 個か。よいしょ、ちょっと19個作ってる間に、前回拾った、これね、ポンプアクション式ショットガンをちょっと試してみたい気はするな。これね、タクティカルアサルトライフルを置いていくか。
タクティカルアサルトライフルを置いて、あれこれに4スコ、あ、SMG だから4スコつかないのか。そうだよね。これ置いてこれ持っていくか。でただこれにつけれるものがないから、ショットガンチョークと、スロット何個あるかな。スロットは何個ありますか。4つもあるのか。まあまああるね。ショットガンチョークでしょ。ストックつけられるかな。まあ最悪この辺だよね。ライトとか、ハンター改造パーツとか、ぐらいだよね。角間がつかないしね。グリップもつかないような気がするな。それぐらいしか、ないか。セミオートつくのかな。じゃん。ショットガンチョーク、あ、まあ、この、全部つくわ。この高所効果。フラッシュライトはちょっといらないからね。223.1、230というダメージが出るけど、すごいね。まあ、ちょっと、チューブなんたら拡張パーツがないから、弾あんま出ないけどね。8かな ?8 ぐらいしか出ないでしょ、多分。弾ない。75発。8発か。うん、8発、8連射だね。まあ、8連射でもいいか。2連射とか、単発に比べれば、8個出るだけでも素晴らしいっちゃ素晴らしいけどね。ねえ、もうそろそろできたかな。19個ぐらいできたんじゃない ?23、できたね。オッケーオッケー。じゃあ、これで、ルツボをクラフトして、クラフトしといて、まあこれ時間かかるでしょ、多分ね。3分。じゃあちょっと、このマシンガンじゃねえ、このショットガン、試しに、ショットガン使いに行きたい。じゃじゃーん、クエスト行こう。TI4 クエ一発行ってみましょうか、ショットガン持って。70何発だっけ、弾。あんまり持ってないな。67か、8入れて70。5か。あんましないな、数的にはな。あんま拾わないんだよね、大してね。仕事。ちょっと待って。大量発生、めっちゃ近いとこが。ヘレン、ここ行こうか。レジデンス。近いとこ。どこ？どこ？あの185、目の前じゃないの。豪邸かもしれない、ひょっとしたら。なんかね、かっこいいうち結構あるんだよね。あ、そんな豪邸でもないか。そんな豪邸でもない。ここだ。だんだん。あれ、行ったことあるか、ここ。郵便受けは空だけど、行ったことはないか。どんな感じ？プールあるわ。プールある。あ、へえ。上からだ。上から行く感じだ。行きましょうか。にゃにゃん。行ったことあるかな？あるような気もするね。地下もあるの？地下もあるわ。広いね。こう抜けたりしないの？しないのか。しないらしい。で、じゃあ上からか。上上がって。でこっち、はい、ここ、ああ、そんな感じか。そういう感じ。目かかってる。あー、いるの。どうこのショットガンの威力。木造の建物でショットガンぶっ放すのはあんまし良くないけどね。壊れちゃうからね、建物が。金庫あるじゃん、開けよう。金庫守ってたの、あいつ。その割には弱かったけど。はい、焼きました。じゃーん。あ、まあ、弾もらえたのはラッキーだね。はい。本もらえたのもラッキーだ。ここにも本あるね。あ、車両の冒険だ。人いる？あ、いない。これは閉まってる。外？あ、外だ。じゃん。
本は読んじゃうかな。スレッジハンマー、あと5冊ぐらいじゃない。あれ、こっちでいいの、こっちでいいのか、こっちか。人いる。反応早いね。上から落ちてきた、上から落ちてきたね。じゃん。あ、確実にスキル上がってるからね。さっきも言ったけどね、スキル上がってるから本はたくさん出ると思うよ。多分出る可能性は高いですよ。まあでも上がってるって言っても他のも上がってるからなね、他のも上がってるから微妙といえば微妙なんだけどね。人はいないわ、いないね。じゃあ強いな、これショットガンめっちゃ強いな。扉壊すのも早いんじゃない。明日、え、どっから来たのお前どっから来たのお前。あ、死んだか。あ、上から来たのか。こっちは、あか。おう、あれ、ああそういうことか。これ、ああね、ここは、あ、人いない。で、あ、はしご、はしごあるぞ。上なのか、上なの。さっき下に行く、下に行く階段あったけどね。おやあー、え、え、よいしょ。クラッカーブックの本クレートじゃん。ああ、やった、やったやったやった。あれ、え、これもあんまり、あ、外に出れる。あれあれが多いな。外に出れるけど、あ、関係ないのか。関係ないわ。あ、関係ない。ここは一応、はしごはないのか。あ、なんか別に全く何の関係もなかったかもしれんね。これね。あ、そう。ここ落ちて、これ落ちると、あ、ここか。さっきのとこじゃん。まあいいか。多分下なんでしょ。だから結局はね。結局はここ降りていくしかないという感じではないでしょうか。パカ。ああ。こいつマグナムで一発で死ななかったけど、あ、ショットガンだと死ぬね。さすが。ダメージ230出るからな。それはでかいよね。強いな。ただリロードはちゃんとしとかないと。弾数あんま出ないからね。リロードはきっちりしとかなきゃいけないのと、あといっぱい来られると、いっぱい来られると困るんだろうけど、幸いみんな走ってこないからな。なになに？おう。走ってこられるとちょっと怖いよね。連射できないからね。まあ、ただ走ってこないから。ああ、中身も吹っ飛んじゃった。中身のゴミも吹っ飛んだ。横着しちゃダメだね。ちゃんとやらなきゃダメだな。これ開いてる？開いてるわ。あ、どういう、あれ？どういうルート？あれ？こっち？マジ？こっち？こう？入れない。しゃがみか。あ、誰かいる。あれ？あ、いっぱい人いる。あれ？もう、おお、ドローンか。だいたい、おお、だいたいいないと思ったらドローンが飛んでるパターンだよね、なんかね。誰もいないわと思ったらドローンが飛んでるみたいな。あれ、でも一周回ってきた？あ、一周回って、あ、なんだこれ、どっちからでも行けるんだ。あ、そういうことはどっちでもいいんだ。この上になんかありそうな予感は。ここ上がれるんだ。
ああ。じゃん。おっと、あったよ。本、車の本。で、これいけるけど、行ったところで別に何もないじゃん。これがあるだけじゃん。行く意味なさげだな、これ。これは行く意味なさげですね。はい。で、下か。じゃじゃん。あ、めっちゃ本がある。ありがとう。え、それだけ一個しかなかった。一個だけだったわ。死んだ？あ、こっちにも行ける。え？あ、こっち倉庫だ。完全、あ、人いた。こっちは倉庫ですね。なんもないわ。酒があるだけか。ここ空いてる。あ、いない。あ、武器バッグある。地味に。地味に武器バッグがある。あ、レベル上がった。すごい地味に武器バッグあったね。これはまあ別に、あれだよね。酒。まあそんだけか。何、くつろいでね、君。よく見ると、あんまし綺麗じゃないんだね、なんかね。傷だらけなんだな。え？あ、上から見えてたとこか、これ。あ、なんかいっぱい入ってた。いっぱい入ってたよ。ありがとう。あざーす。あ、ここ最終地点だね、どうやらね。これ、人いる？閉まってるってことは、誰かいる。鍵かかってると誰か入ってる可能性高いよね。なんかね、開いてる時ももちろんあるけど、開いててさ、パカって開けて人入ってることももちろんあるけどね。もう、あ、あそこが帰り道か。そこ帰り道だね、多分ね。あー、めっちゃいる。めっちゃいた。すごいいっぱいいた。あ、ドローンがいる。あ、爆発しなかった。ドローン爆発しないことあんの？あ、オーバーキルしなかったら爆発しないんだ、これ。そうなんだ。解体できんの、これ。解体してみようか。ドローン。まあでも大した、そっか。アップデートしなきゃいけないんだけど、アップデートするとなんか強い敵から違うものが手に入るってコメントをくれてたような気がしますね。ねえ、アップデートしてないからな。関係ないか。いつもの、いつものものしか手に入らないわ。うん、夢がないね。夢がないわ。全部同じものしか手に入らないのはね。アップデートしようかな。ワイプしなくていいんだったらね、全然。どんだけでもアップデートするけど、どんだけでもじゃないけど、アップデート怖くないけどね。ワイプしなきゃいけないってなるとちょっとね、きついけどな、ものによっては。このモッドはちょっともうあれだよね。ワイプすんのきついな。それだったら違うモッドするかなって感じだな。ねえ。パコン。弾薬ボックスまだいっぱいある。あ、ティア4だから。ね、物資豊富ですね。いっぱいなんかもらえる。あ、本もめっちゃもらえる。あ、本があるね。じゃん。よっしゃ、じゃあ最後チェスト開けよう。はい、開きました。じゃん。あ、お、何？狩猟ライフル？狩猟ライフルか。なるほどね。スクラップフォーファン。え？農業か。フュージョンクラブ。フュージョンクラブね。あんまし欲しいと思わないね。じゃがいもアンロックしました。やりました。これでステーキが作れる。ステーキ。自給自足でステーキが作れるかもしれない。自給自足は無理か。あの、脂肪がいるからね。うん。はい。あ、ちょっと待って。バイク向こうだな。ここから出れる？出れない。
よし、じゃあ報告に行きますか。はい、やってまいりました。いや、このショットガン、やっぱポンプ式ショットガンなかなか強いですね。マグナムワンパンできなかったやつがワンパンできるんで、まあ近くで撃たなきゃいけないっていうのはあるけどね。はい、待って、タクティカルアサルトライフの5だって。あ、でもこれめっちゃ欲しいね。これめちゃめちゃ欲しいけどな。タクティカルアサルトライフルはいずれ作れるようになるんで、品質5ならね。6だったら作れないけど。なのでスコープもらっとくかな。いやー、でもこっちか。こっちにするか。こっちにしよう。ありがとう。どうもどうも。5か。5は強いよ、多分。5は強いっしょ。どこ行った ?64 だもんね。この時点で64だもんね。70超えるね。では75ぐらいになるかもしれない。遠距離ダメージが。そりゃ強いよ。その75が連射できるんだから半端なく強いかもしれない。あ、でもフルオートモッドが入ってないからな。フルオートモッドがないんで3点バーストだけどね、連射できるって言っても。指切りしなきゃいけないけど、タップ打ちしなきゃいけないけど。よいしょ、ちょっと待って、ちょっとつけてみたいね。どういった?これか。これに、ついてんのを一旦取って、どういった品質後。これか。あ、1個多いんだ。79、80超える。80超えるぞ。何でしょう。何でしょう。フラッシュライト?フラッシュライトっていうあれじゃないな。マズルブレーキ。マズルブレーキつける?84だ。強い。それは強い。84で、しかも60発出るからね。もうこいつの火じゃないじゃないですか。これもういらんよ。いや、これでも弾余ってるからな。弾が余ってるから持ってた方がいいね。これとこれだな。こういう構成にしようか。こういう構成するか。いや、いいね。こいつがまあ最強なんだ。こいつが最強。あ、違う。一番最強やっぱこれか。230出るもんね。これダメージね。67、80。あ、強くなったね。強くなったわ。はい。ということで、じゃあ、あ、もう、また夜になっちゃうか。夜間クエ行こうか。次回ね。次回夜間クエ行ってみましょうかね。Tier4 のね。はい。そうしよう。うん。ということで。じゃあ、今回はこの辺にしておきましょう。はい。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録など、よろしくお願いします。オオカミさんでございました。またね。